さやは手術をするんですけど、だから歯茎を切って骨を削って、まだ親知らずの赤ちゃんというのかな、取り出すっていうことになります。はい、今親知らずを抜いてきました。こっち側だけ抜いたんですけど、あんまり腫れてはないです。でもちょっと痛いです。今麻酔もしてるんですけど、麻酔が切れたら痛くなるらしいです。で、徐々に血が出てくるらしいんですけど、かさぶたが取れちゃうからうがいとかはあんまりしちゃいけないらしくて、で、寝るときにタオルとかを敷いてくださいって言われたので、もうなんか血とか出たらすごい嫌だ、怖いです。でも多分血が出るからタオル引けってことじゃないですか。まあでも意識ないから多分大丈夫だと思います。え、血って飲み込めるんですかね、大丈夫なんですかね。なんか体の中ってたくさん血入ったらやばいじゃないですか、ね、歯とか抜けても血出るじゃん。あの感触とかが好きじゃなくて、血のなんか味とかだからすごい嫌なんですけど、でもまあ頑張ろうと思います。イエーイ。で、これから2時間は何も食べられないのと、あと熱い飲み物とかも飲められません。で、今からスーパーとかで噛まなくても食べられるものを買いに行きたいと思います。はい、スーパーから買い物して帰ってきました。にょんにょん。え、それよりさ、手術どうだった？手術は本当に痛くて、もうこういうやつをつけるの、髪みたいな、目元に。あ、なんか美容室みたいな。そうそうそう。で、それの中でもう痛すぎてちょっとうるってくるぐらい涙。もうここまで垂れ下がってるぐらいは出ないけど、うん、こうちょっと痛いみたいな、そんぐらい痛かったから麻酔もちょっと追加してもらった。もうそんぐらい痛かったです。え、ぐさぐさ感あった？麻酔切ってたとして、ぐさぐさっていうよりはうい、てっちゃん？ちょっこり話してんだけど、背中から。どっこり。大丈夫そう。でもあれだね、こうどっちかって言ってウィーンってなってる。うん。だからこうなんかウィーンされてるなみたいな。だから今何をされてるのかがウィーンとピューでよく分かんなかった。ああ、そう。ウィーンみたいな。そうそうそう。ウィーンプチュー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 ってなりながらなんかいろいろやってんだろうなみたいな。あにゃー。でも本当にたまに痛かった。で、来週に消毒と抜歯があるから、まあ、今糸とかも縫ってもらってると思うんだけど、まあ、そういうのを取ったりするやつかな、うん、があります。あ、でも中で砕いて取りやすくして出すみたいなやつだったから、ちょっ無理絶対思ってないよね、テンション的に。無理じゃないから、本当無理だよ、みんなうーってなるから。無理よ。ティッシュにこう丸まって、ちょっと周りに血がついてるような塊が4、5個あったから、多分4つとか5つぐらいにこう砕いて出したのかなって思った。多分あれが歯なのかなって思いながら見た。いやちょっとね、あの、このこういう話聞く前にちょっとやっとけばよかったかもしれない。何やってんの本当に。話聞いてこんなになれて初めてじゃない。やばい、グロミ、グロミちゃん、グロミちゃん、話変わってる。ごめんね、お前ちょっとね、笑うとちょっと痛みが来るからあまり笑わせない。あ、どうって、ほら今ちょっとほら痛みが走った、あまり笑わせない、あまり笑わせない、ちょっと本当に。はい、傷口がちょっと開くんだな、歯茎が伸びるんだ。うわ、そういうことは、うわ、グロ。キャン、キャン。いや、ちょっと。じゃあ、ちょっとね、なんか職業を紹介したいと思います。なんかね、見てみんな。後ろ、黒破けてる。これとね、あとね、もう一個、これある。でも絶対リサも、うん、食べたいっていう、サヤが食べてるの見て。だから多めに買ってある。あ、それ全身なんだ、言うっていう。すごい多めに買ってある。うん、これはアイス類で、氷でここを冷やしちゃいけないらしいの。冷やせ。おだから
取って食べる系のスプーンで取って食べる。こっち側に、こっち側に。そうそう、こっち側にこう流し込んで、こっからこっち。できるだけできるようなアイスをかけてます。はい、じゃあまず、アイス類はこちらとなっております。1、2、3、4、5、種類。種類。一つ目が、エッセル、スーパーカップのチョコクッキー。こういうやつ。さや、あ、あとね、ラムネ。さやは、ちょっと待って。さやは、キャラ。うん、あとはもうのバニラね、準備いいでしょ。もうのバニラ、これ2つ。ああ、で、あとはスーパーカップのクッキーバニラ6つ。そう、一個一個はちょっとちっちゃい。ミニ6つ入ってる。私ミニです。はい、じゃあもうこれは冷蔵庫お願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあその間になんかちょっと柔らかい食べ物が手伝いなさい。我が妹よ。あ、やばい。いただきます。ラーメン類はふやかして食べようと思っております。めっちゃめっちゃ、あ、ほぼ映ってないけどここにあります。けどこれ何？これパパですね。お酒かなんかパパの。はい、え、メイン？パイン。はい、パインやめシャーベット、ウェーイ、パフパフ。で、あとチキンラーメン3つとカップヌードル3つ。これ醤油、普通のやつ。これはめちゃくちゃふやかして食べようと思ってます。しかもちょっと冷まして食べようと思ってます。あとはクー4つとアサリンゴ、これ美味しそうだなと思って、これ2つと R1 3つとプッチンプリンと、さやが卵豆腐買ってるの。これ3つ、1つ2つ入ってるから6つ。イエーイ。うちより計算早いアピールは大丈夫です。4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、あとみかんゼリーみたいな、これが9個です。あとパインやめがこの袋の中に、さっき紹介しました。はい、はい、これらとなっております。以上です。こうあんまり噛まなくてもいいものを多めに買ってきた。基本的にそうかなと思ってる。あと、ごめんなさい。今手術後1時間半ぐらいですね。早くね。痛み変化ありますか？ないですね。ないかい。はい、ないかい。でもこっからの気がする。ないかい。でも痛みがまたなんかちょっとでも変わったらすぐカメラが来るらしいので、まあ、異変がね応じたらねカメラが出動するということなので、はい、いつでもね顔の準備はしててもいいのなって感じですね。にゃん。ちょっとダミが来たので薬を飲みたいと思います。痛み止め。そうで、アイスと一緒に食べるみたいです。私がやればいいの？うん。待って。薬を準備する。早とってやめて。3つ。なるべくアイスの上に入れるよ、うん。なるべくね。はい。どうぞ。なるべく中の部分をえぐらないようにね。薬出てくるから。はい、どうぞ。あげまーす。いただきまーす。頑張れ。アイスもあるから。早く飲み込んだ方がいいかもしれない。一気に行くのおすすめ。どっかに固まってそう。右に持って行きたいけど持ってっちゃダメみたいな。左で頑張ってます。もう苦さは感じないみたいです。あんまりアイスのおかげかな、それとも私の作り方のおかげかな。頑張れ。はい、悲しいん。こっち側にやっぱりアイスがないんで、こうします。これ傾けるのがやっぱりこっちみたいですね。いや、こっち食べてんやん。食べました。薬飲み終わったそうなので、残ったアイスをサラが食べるそうです。いいごちそうさまでした。となるんですね。手術誰か助けて。でね、さらに質問なんだけど、手術後の痛みがいつだとしたら今どのくらい？100までね。1から100で。30。キニャー！マジ痛い。もう喋れない。
5時半に薬を飲んで今8時なんですけど、もう薬が6時ぐらいには効いてたので今も効いてます。でちょっと寝ちゃいました、うん、で今日の夜ご飯はチキンラーメンを食べます。で少し長めに待って柔らかくして、でさらに少し冷ましてから食べたいと思います。お前らしいよどうしたのお前らしいよなんか普段あんまり食べられないからちょっとラッキーですね。ピャーン。今5分ぐらい待ったんですけど、ちょっとここに氷を入れていきたいと思います。氷入れていきます。あれ思い出す、なんか妹の看病をしてあげたらみたいな。麺もだいぶ柔らかいですね。お待ちど、私お待ちど、いただきます。なん食べたい、もうなん食べたい、一つだったからもうりん、ごめんねごめんね本当に笑っちゃダメだから、痛いからやめて。さーせーさ、いただきます。冷たくない、あ間違えた、熱くない、30度ぐらい。でもね食べれると思うので食べます。でもなんか片方の歯で食べたらいける、うん、いけます。なんとかいけそうなんとかいけそう、無理だと思うな、わこれ多分、うん、無理無理だと思う。ふにゃ、え白米は、おかゆとかだったらうんいけるかも。あ熱いからわかんないです。おいぴー、おいぴーね、おいぴーな。うちへさやがご飯食べてる間にヘッドアツキパプアー噛んでしまった。いやほんとさ、隣でさ冷静そうなさ目で見るから見てもらえる？笑えないもん。はい、ご飯が食べ終わりました。でそしてですね、これから食後の絶対に飲まなきゃいけない加納止めを飲みたいと思います。頑張りで、頑張れヒーロー、ふざけてるでしょ絶対、疲労感やんそれ。さっきと一緒、アイスと一緒に食べたいと思います。はい、頑張れ頑張る。夜ご飯食べるのに50分ぐらいかかりましたね。ほんとにまちまち食べてたのですごい時間かかりました。ピャン、口角上げるとほんとにパーン。ほんとに粉薬が好きじゃなくて、あの錠剤の方が飲めるんですよ私は。あうちもその肌ね、うん。はい、手術した次の日になったんですけど、昨日あのあと11時ぐらいに寝て、でその後全然起きなくて、結局今朝起きたのが11時で約12時間ぐらい寝てました。で朝起きた時、もう鏡見た時もうめちゃくちゃ腫れてて本当にびっくりしたんですよ。でまあその様子を見せたいと思います。てれーん、わかりますかね、こっち手術した方なんですけど、ちょっとねこっちが腫れたからなのか、こっちもちょっとむくんでるんですけど、もうここがすごくないですか、もう真四角の食パンマンみたいになっちゃってこんな感じです。ここが腫れてますね。で言われたのが2日目3日目がピークって言われたので、もう明日明後日がもっと腫れ上がるかもしれないんで、次の日でこれだからめちゃくちゃ怖いですね。で今ねあんまり痛くないんですよ。で朝起きた時にしたことが、朝ごはん食べた後に加納止めを飲んだんですけど、全然昨日より痛くなくて、痛み止めは飲んでないです。で朝ごはんは飲むゼリーと痛みがなかったから普通にご飯を食べました。で白ご飯も普通に食べれました。もう常にこっちの歯で噛みました。もう水飲む時とかもずっとこういう状態で飲みました。であえてこの腫れた状態で TikTok を撮ろうと思ったんですけど、まあ、それでね今メイクしてるんですけど、でももう体がもう寝たいって言ってるんですよずっと。だからちょっとね一回横になろうと思ってます。なので自分の部屋に行ってちょっと寝ようと思ってます。昼寝ですね。
じゃあまた何か進展があったら動画を撮ろうと思ってます。バイバイ。おととい手術して2日目の朝なんですけど、ちょっとねこんな感じです。ほら私と比べてみ、ここの差がすごい。動画で見るとそうでもないけど実際は結構腫れてます。それやめて。で昨日は結局朝だけしか撮れなかったんだけど、結構そんなに痛くないかったね昨日一日中で。ご飯とかもなんかまあ、硬くなければね食べれてた感じかな。で、あとはあんまり口を開けずに食べてたかなって思います。でも今日朝起きた時にもういたって思って、昨日よりも痛かった。で見た目はあんまり変わってないけど痛さがちょっと増したみたいな。ちょっとねびっくりした感じはあったんじゃないかなと思う。ひとまず、まあ、ピークが来て収まるところまでは、まあ、動画をね撮ろうかなって思ってます。はい、3日目の朝になりました。おはようございます。そして手術後のご報告動画は今日で終わりにしたいと思います。で今日朝起きてすぐ歯医者に行って消毒をしてもらいました。であとは抜歯したらもうすぐちゃんと喋れるようになるよって言われました。まあ、傷口を縫ってる糸ですね。でそれはまた4日後に歯医者に行くことになってます。じゃあ早速3日目の腫れ具合を見せていきたいと思います。じゃーん、カメラだと分かりづらいけど結構腫れてますね。こんな感じです。もうここ触られたら本当に痛いです。もう少し触れるだけでもうめっちゃ痛い。でも中の傷口のところはあんまり痛くないです。だけど硬くないものをこっちの歯で噛むぐらいならできます。なんかでも顔が丸いよね。なんかぽっちゃりしてるっていうか、ね、こっちが腫れてるからちょっと血行が悪くてむくんだりしてるのかなって思います。あとはちょっと喋りにくいですね。あんまり大きく口を開けたりとか大きく笑ったりとかができない状態です。このぐらいの声だったら喋れます。こっちは柔らかいんですけどこっちめっちゃ硬いんですよ、腫れてるから。こうなんか弾力があるっていうか硬いです本当に。結構このツンツンぐらいで見たい。あ、痛いです。まあでも腫れのピークは過ぎたって感じですね。明日からの動画はさやがこうやってマスクをつけて出演してるような動画になります。ご了承ください。じゃあさやは元気っちゃ元気ということでこの動画終わりたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。パタン。